急総裁ディレクターの与藤総太郎でございます。今回ですけども、ご遺族の方に対してのお悔やみ言葉についてお話ししたいと思います。訃報の知らせを受けて葬儀ホールに行ってご家族の方と対面された時に、何て言えばいいかわからない、また知っているけど会っているか不安だと思う方のために、失礼に当たらない言葉を厳選いたしました。どうぞこの動画を見ていただいて参考にしてみてください。このチャンネルはお客様が葬儀で後悔されないために、役に立つ情報や普段聞けない情報、そして葬儀者の仕事内容などを配信するチャンネルです。どうぞ最後までご覧ください。まず第一声にご遺族の方にお悔やみ言葉を申し上げる、これがお葬式のマナーになっているわけですが、まず一般的なお悔やみ言葉を少しだけ例を挙げてみたいと思います。この度は誠にご愁傷様でございます、心からお悔やみ申し上げます、この度は思いがけないことでさぞお力落としのことと存じます、心からお悔やみ申し上げます。一番一般的で多く使われる挨拶はやはり、この度は誠にご愁傷様でございます。こちらの挨拶で全然問題ないです。省略してこの度はどうもだけでも意味が伝わるように思いますので、回想者がたくさん順番に挨拶をされている場合は、ご遺族の方も立ちっぱなしで少々お疲れになる場合もありますので、そういったところを配慮すると、この度はどうもの省略した挨拶でも問題ないかなというふうに思います。なので丁寧に挨拶をするときは、この度はどうもご愁傷様でございます、時間がない、急いでいるけど少しでも挨拶にというタイミングであれば、この度はどうもだけでも問題ないかなというふうに思います。思いがけない不慮の事故などで、お亡くなりになった方、ご遺族に対しての言葉は、ご遺族の皆様が一体どういう心境にあるのかということを想像しながら挨拶をされた方がいいと思います。突然のことで何と申し上げてよいか言葉もありません。心からお悔やみ申し上げます、もしくは思いもかけないお知らせをいただいてまだ信じられない気持ちです、ご自身の気持ちを素直にお伝えするという挨拶もあります。また私でできることなどあれば何でもお申し付けください。この挨拶はお葬式終わられた後も全面サポートをするという意味の挨拶だと思います。お付き合いの深い方の場合でしたら使っていただいていいんじゃないかなというふうに思います。90代もしくは90代後半100歳を超えていらっしゃる場合なんかは、大往生とかめでたいみたいな言い方をされる方も多々ありますが、このような場合はもっと長生きをされていろいろと教えていただきたかったです、心からお悔やみ申し上げます、であるとか、いつもお元気なお姿を拝見させていただいてましたのに残念でなりません、心からお悔やみ申し上げます、でもいいと思います。また宗教によっても使える挨拶と使ってはいけない挨拶っていうのも厳密に言うとあります。例えば仏式で多く使われるのは、心からご冥福をお祈り申し上げますっていうのが割と一般的によくありますが、ご冥福を祈ってはいけないというような宗派もありますので、無難に挨拶をされたい場合は、この度はどうもご愁傷様でございます、もしくは省略形のこの度はどうもだけでも大丈夫です。ここでお悔やみをする際のポイントがいくつかあるんですけど、ご遺族の皆様のサポートを全面的にするというようなことをお伝えすることが一つ、話し相手など相談相手になってあげるというのが一つ、とにかくお話を聞いてあげるということで悲しみからの解放ができるということにもなります。死因ですとかどういう状況だったのかを聞いたりする方もありますが、精神的に苦痛になる場合もありますので控えることをお勧めいたします。とにかく無難な挨拶をする場合は、この度はご愁傷様でございます、この度はどうも、この2つだけでも覚えていただいたら、葬儀会館にご弔問に行かれた時にどういった挨拶をしたらいいかで悩むことは一切なくなります。一番大切なのはご遺族の皆様の気持ちを考えてあげる、どういう挨拶をしなくてはいけないのかで悩む必要はなく、とにかくご遺族の皆様が少しでも早く悲しみから立ち直ってもらえたり元気づけてあげる、そんな言葉がけを心がけていただいたらいいかなと思います。
葬儀社とご遺族の皆様との関わりが最も強いように思えますが、ご回想に来てくださった皆様のお言葉に支えられている、お悔やみの言葉一つでご家族の皆様に少しのゆとりが生まれる場合もあります。ぜひそのような意識でお悔やみの言葉を申し上げてください。それでは今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。一級葬祭ディレクター資格を15名取得しております。高評価コメントは大変励みになります。 YouTube 以外にも SNS をしていますので、ぜひチェックしてみてください。またお会いしましょう。